5分でわかるアンナチュラルMIU404。アンナチュラル。主人公三角誠は不自然死究明研究所、通称 UDI ラボで働く法医解剖医。この UDI ラボには不自然な死を遂げた遺体が毎日のように届き、都度彼女とその同僚庄司優子、中堂圭、バイトの久米六郎、所長の上倉康夫は命を落とした人のため、残された遺族のため、死因の究明に全力を捧げる日々を送っている。1話完結型で進むこの物語は、そんな特殊な世界に身を置く美琴たちの生活と、 UDI ラボに訪れる様々な遺体と、それにまつわる人間ドラマ、そして因縁の相手との戦いを、クソ明るく、クソスピーディーに、クソスリリングに描いているのである。MIU404。主人公島和美は警視庁の働き方改革によって新設された第4機捜隊のメンバー。自由奔放で考えるよりも先に体が動く相棒伊吹愛に手を焼きながら、伊吹の持つ野生の勘と自らの観察眼や先回り思考力を駆使し、初動捜査に明け暮れていた。 MIU404 はそんな島と伊吹がキャリアの新米九重義人、ベテラン班長陣馬公平、機捜初の女性隊長桔梗ゆずるの MIU メンバーと共に、街中で勃発する各事案を24時間以内にできる限り対処し、誰かが最悪の事態になる前に救う1話完結型の物語なのである。ではなぜ今回この2作品の話をしているのか、気になる方もいると思いますが、実はこの作品、同じ脚本家、同じプロデューサー、同じ演出家が手掛けた世界観を共有するシェアードユニバースでクロスオーバーな世界であり、さらに来る8月23日に公開される映画ラストマイルともユニバースをシェアードしているんです。じゃあもうね、今このタイミングでこの2つ語らない理由はないでしょう。ということで、ここからは僕ヒカルチャレンジがこの2作品が好きな理由、そしておすすめしたいポイントについて話していきますけれども、あらすじでも喋った通り、この二作品どちらも基本1話完結型で、1話でたっぷり楽しませてくれる、とっても満足度が高い作品なんです。いや本当に45分間でよくぞここまで楽しませられるなと。前は人生で一番最高の45分間を過ごせるんですよ。アンナチュラルでは遺体にまつわる謎の解明、残されたものと先に行くもののもう取り戻せない日々、そしてなおも続く巫女たちの日々を描き、 MIU404 では誰かが最悪の事態になる前に救うために24時間奔走し続ける島たちの戦いと心情の揺れを描き、またどちらでも終盤では物語の序盤から追っていた大きな謎の正体に挑む構成となっており、どれか1話だけ見ても面白いし、全話見たらもっと面白い、そんな作品なんですね。さあ、この二つ共通しているテーマがあるなと思っていて、それが生と死、正解と間違いへの向き合い方なんじゃないかなと思っていて、取り返しのつかない死を前に、まだ生きているものと、そして生きていたものの心を救うために真実に立ち向かい、そして間違いを犯し続ける人間という生き物がどうすれば正解にたどり着けるのか、そうして出た答えは正義の形をしているのか、人生で必ず訪れる生と死、正解と間違いの分岐点に真っ向から向き合うUDI や MIU のメンバー全員を救うことはできない、そう分かってるからこそ全員救おうと動く者の人間味が熱く溢れて心に突き刺さってくるんですよ。ほんとすごい作品だ。さあ、そんなアンナチュラル MIU404 のシェアードユニバースムービーであるラストマイル、これ非常に楽しみな作品ですね。流通業界最大のイベント、ブラックフライデー前夜、世界的ショッピングサイトから発送された荷物が突如爆発する事件がなんと各地で発生。巨大物流倉庫のセンター長に着任したばかりの船戸エレナとチームマネージャーの梨本光はこの未曾有の事態を止めることができるのか。次から次へ来る仕事を描いたアンナチュラルとMIU404を経て、次から次へと止めてはいけない仕事に訪れた絶体絶命なピンチを描くラストマイル、一体どんな物語が待っているのか、米津玄師はまたもタイミングよく歌い出すのか、乃木、塚原、新井節は今作でも炸裂するのか、日本屈指の名優を集めまくった最新作ラストマイルを楽しむためにも、今ここで、もしくは改めて
アンナチュラルミュー404見てみてはいかがでしょうか。この2つ各種サービスで配信されてますので、よかったら皆さんも見てみてください。ということで今日の動画はここまで。チャンネル登録高評価、 SNS やポッドキャストのフォローよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。ヒカルチャレンジでした。あざした。